ピッチャーとして三振を取ったり、打者としてホームランを打ちまくったり、塁に出ると盗塁も決めてみたり。さて、そんな大谷選手は天才でしょうか？大谷選手のことを天才だと語る人は多いですが、彼を努力家だと語る人は多くありません。また彼の天才ぶりについて語る人は多いですが、彼の努力してきた姿を知ろうとする人はあまり多くありません。しかし、彼ほど野球に対してストイックで、野球のことに時間と労力の全てを捧げている人はいません。そう思えるほど彼は誰よりも練習しています。大谷選手は人生においてできる限りの時間を野球のことに費やしているし、彼こそが間違いなく努力の天才だと思います。野球に対するストイックな姿勢こそが彼を天才たらしめています。彼が努力してきた実績を知れば、彼が二刀流として世界で大活躍していることも頷けます。彼は生まれながらにして大きな体と、両親から授かった類まれなる運動センスを持ち合わせていました。しかし、生まれながらにして大谷選手のような大きな体や運動能力を持っていた人はこれまでもいたかもしれませんが、大谷選手は努力を怠りませんでした。他の人が休んでいる時に練習をし、他の人が遊んでいる時にも練習をし、圧倒的な練習量を確保しながら、その練習が実を結ぶようにと努力の質を高めていくための勉強への投資も惜しみませんでした。それと同時に、世界一の野球選手になるために必要ないものは削っていきました。彼のように活躍するためには間違いなく捨てるものも必要になります。彼こそが真のアスリートであり、間違いなく努力の天才だ。この動画では大谷選手のこれまでの逸話を元にしながら、彼がなぜ二刀流として活躍できるまでに進化したのか、その謎を紐解いていきたいと思います。間違いなく他の選手がやっていなかったことをやっていただろうし、また他の選手がやっていることをやらなかったからこそ、現在メジャーリーグで二刀流として活躍できているのだと思います。この動画を最後まで見ていただきましたら、ぜひコメント欄にあなたが思う大谷選手の成功の秘訣をコメントしてください。大谷選手のことを詳しく知らない人にもぜひ知ってほしいと思っているので、あなたのコメントでぜひこの動画のコメント欄を盛り上げていただけますと幸いです。大谷選手は日本で5年間二刀流として活躍した後、メジャーリーグに渡りました。大谷選手にとって投手と打者両方での調整は当たり前になっていましたが、メジャーに入団した当初、エンゼルスの関係者からは心配の声が聞かれました。エンゼルスの投手コーチもそれを見て衝撃を受けたそうです。エンゼルスの投手コーチは大谷選手の練習する姿勢を見て、今までに見たことのない最先端の投手だと絶賛したといいます。それは投げる球ではなく、大谷選手の練習姿を見て、メジャーの選手の2倍の練習量で誰とも比べられないほど熱心に取り組んでいる、その大谷の勤勉さに畏敬の念を抱いたと語っているそうです。エンゼルスの投手コーチは次のように語っています。彼は野球において最も難しい仕事をやっている。メジャーでもトップレベルの打撃能力を維持してホームランを打ち続け、かつマウンドでもエースと呼べるほど生産的であり続ける。疲労なども考えると、コンディションを維持しているだけでも本当に大変なことで、精神的にも肉体的にも疲労しているはずだ。疲労がある中でも試合に出るために、シーズン中はうまくそれを調整しながらシーズン終了まで過ごさなくてはいけない。健康であり続けることと、投打の両面で活躍するために、彼の一日一日のルーティンはとっても大切なんだ。彼のルーティンは無駄がなく、他の選手よりはるかに多くのことに熱心に取り組んでおり、完璧なルーティンをこなしている。だからこそ彼は信じられない仕事をやってのけられる。また彼の同僚のマイク・トラウト選手は大谷選手のことを次のように語っていました。大谷は毎日試合に出場しているし、ホームランダッシュとして相手投手の脅威になっている。それでいて5日ごとに先発登板をしている。投げる日は打席に立ってホームランを打ったりもする。それをただ大谷はすごいって、それだけで片付けているように思う。だけどそれを可能にしている毎日の努力の積み重ねと精神力は本当に驚異的だよ。彼が今シーズン好調なことをとても嬉しく思うよ。それだけの努力をしてきたのだからね。彼はとてもいいやつだ。そして彼が払っている努力は本当に素晴らしいよ。大谷が挙げている打撃や投球の成績に注目が集まるけど、最も重要なことは大谷が球場外、ダグアウト、クラブハウス、ジム、
それらの場所で彼がどのように努力しているかなんだ。どんな時も最高の成績を残すために、また強い精神力を保つために大谷が何をしているかだ。それは本当に信じられないことだよ。エンゼルスの投手コーチや同僚のマイク・トラウト選手は大谷選手の日々の努力を評価しています。メジャーのトップ選手が一目を置くほど大谷選手はたくさんの練習をしていて、日々のコンディションを整えるための体のケアやトレーニングも欠かさないんだと思います。練習やトレーニングの取り組み方はいつかテレビなどのメディアを通して見れる日が来てほしいですね。次に大谷選手の時間の使い方について見ていきたいと思います。大谷選手の時間の使い方に対する考え方を知ることで、一流選手が一流選手足り得る理由を知ることができます。時間というのは誰にとっても有限で、全ての人にとって1日が24時間であるのと同様に、大谷選手にとっても24時間です。彼にとっての24時間はやはり野球が上手くなるために使うべきものなのです。それは何気ないオフの1日であっても、野球が上達するために必要な時間なのです。その時間を無意味にぼんやりと過ごすことなどもったいなくて仕方がない。そんな大谷選手の時間の使い方を象徴する一つのエピソードがあります。大谷選手が日本ハム在籍中の2015年、オールスター戦の初戦に先発登板したその日の夜、フジテレビのスポーツニュース番組に生出演しました。そして番組終了後、番組スタッフが出演してくれたお礼に軽く食事に行きましょうとお店を予約しようとしたところ、彼はこう答えました。お店は予約していただけなくても大丈夫ですよ。僕はフジテレビの社食に行きたいです。社食に行きましょう。その10分後、大谷選手は深夜の時間のお台場フジテレビの社食で社員に混じりながら美味しそうに牛丼を頬張っていました。食事が終わり、社食を出るときに、大谷君、社食で大丈夫でしたかと聞くと、彼は大丈夫ですよ。会社の社食に興味がありましたし、お店へ向かう移動時間のことを考えると社食で十分ですよ。時間がもったいないので、と笑顔で答えたそうです。彼が何気なく話した、時間がもったいないというフレーズ。彼にとってはオールスターの登板日に美味しい食事を食べに行くことよりも、帰ってからやるべきトレーニング、コンディショニング調整のためにするべきことがあったのかもしれません。プロで活躍する一流選手の特徴で時間の使い方に対するこだわりが挙げられるが、大谷選手の時間の使い方も全て野球の技術向上のため、自分自身の成長のために使うというポリシーがあるのだと思います。その意識が彼を一流たらしめている理由なのです。そんな大谷選手にとってはクリスマスでさえも練習の時間、トレーニングの時間にあたります。大谷選手がまだ19歳だった頃、入団1年目のシーズンが終わった2013年12月24日と25日、彼は鎌ヶ谷の2軍の練習施設にて自主トレーニングを行っていました。しかも一人で練習に明け暮れていたといいます。当時の記事によると、午前中はロードワークで汗を流し、室内練習場に移動して壁当てやネットスローなど一人でできる形で約30分間の投げ込みを行いました。午後からはフリーバッティングを敢行し、400スイング以上バットを振り続けました。まだ当時は入団1年目だったので、これからプロで結果を残さなければと生きり立っていた時期だったからだとは思いますが、他の選手たちがのんびり休んでいる間に一人で黙々と練習を続けられることが超一流たらしめている理由なんだと思います。さて次に、大谷選手のお酒との付き合い方についてです。社会人になるとお酒が好きとか嫌いとかに関わらず、先輩や取引先との付き合いでお酒の席を避けて通ることはできません。プロ野球選手といえば飲みの席が豪快なイメージがありますが、大谷選手はお酒とはどんな付き合い方をしているのでしょうか。そう、大谷ファンなら誰もが知っているかもしれませんが、大谷選手はお酒を飲まないことで有名です。日本ハムの選手が語っていたとされる逸話ですが、大谷選手は食事に誘われた時に決まってこう質問するそうです。飲みですか？飲みなら行きません。たとえ先輩から誘われたとしても、食事には行ってもお酒の席にはついていかなかったそうです。もちろん大谷選手自身は全く悪気がなく、野球選手としてそれが当然だと考えており、飲んでて何が楽しいんですか？それだったら練習して野球が上手くなった方がいいじゃないですか、というふうに考えているそうなので、周りの人も翔平の場合は仕方ない、酒の席に誘うのも申し訳ないという感じだそうです。記事による情報なので嘘か本当なのかは定かではありませんが、噂によると毎朝10時にはウェイトルームに行って自分がやりたいトレーニングがあるそうで、
それをやった方が絶対に自分の将来のためになるし、お酒を飲んでしまうとコンディションがおかしくなってしまうから、お酒はほとんど飲まないそうです。大谷選手のコンディションに対するこだわり、世界一の選手になるための覚悟の強さが垣間見える逸話ですよね。他の人がお酒を飲んでいるからといってお酒を飲まない、世界一の選手になるためにできることは全てやる、やらない方がいいことについてはやらない、一時の快楽やその場の雰囲気に流されて行動を決めない意志の強さが彼を超一流選手の域まで高めていったのかもしれません。次はお金や物に対する考え方についてです。よくある話で、アインシュタインや天才と言われた人たちは服装や身なりなどには無関心で、いつも同じ服を着ていたと言います。興味が向くことに対してはとてつもないこだわりを見せるものの、自分が興味のないことについては無関心だと言いますが、大谷選手の場合はどうなのでしょうか。大谷選手は日本ハム時代から野球以外の身の回りのものに対しては無頓着だったと言います。いわゆるブランド品には興味がなく、高級服や高級時計に対しても全くと言っていいほど興味がなく、高級車への興味はおろか、運転免許すら持っていなかったそうです。プロ野球選手といえば華々しい生活をしているイメージがあります。そんな華々しい生活に憧れながら高校時代を過ごした選手が多く、入団してからは豪遊するイメージがあります。例えば球場に隣接する選手の駐車場、そこはまるで高級車の見本市だと言います。普段街中ではめったに見られない高級車や外車、高価なスポーツカーが所狭しと並んでいます。高額年俸をもらっている一流の選手が高級車に乗っているところを若い大谷選手が見たら、自分もあんな高級車に乗りたいと思って購入していてもおかしくはありません。しかし大谷選手は高級車には目もくれず、ただひたすらに世界一の野球選手になりたい、もっともっと野球が上手くなりたいと考えて、自分の道を一心不乱に突き進みました。それどころか大谷選手は入団初期は給料を両親に預け、そこから月10万円のお小遣いをもらっていたそうです。しかも入団1年目はほとんどの時間をトレーニングに費やし、遊びにはほとんど行かなかったため、なんと月1万円程度しか使わず、2年で200万円も貯金ができたという逸話も残っているほどです。全ての時間と労力を野球につぎ込めるという超ストイックな姿勢が大谷翔平選手を作っているんですね。そんな大谷選手ですから、メジャーへ移籍をするタイミングも一般人の常識からすれば考えられないタイミングでの移籍となりました。大谷選手が移籍を決めたのは23歳の時で、メジャーの労使規定で25歳以下の海外選手がメジャー球団と契約を交わす場合、契約金や年俸など込みで年間575万ドルまでと上限が決まっていました。日本プロ野球での実績からすれば大型契約を交わすことができるはずの大谷選手が23歳のタイミングで移籍をするのは馬鹿げていると言われるようなタイミングでした。当時メジャーリーグの情報番組でコメンテーターの方は次のように語っていました。日本人の大谷という選手がメジャーに挑戦するというのはとても興味深いことだ。時速100マイルの速球を投げられる上に、彼は打者としてホームランも打てるんだ。イチロー選手とダルビッシュ投手を足したような夢のような選手だ。しかし彼は23歳でメジャーリーグの労使規定に引っかかる。25歳になれば総額2億ドルぐらいの契約ができるのに、一体彼は何を考えているんだ。身近な誰かが彼の頭を引っ叩いて目を覚ませって教えてやるべきだよ。メジャーリーグで2016年11月に交わされた新労使規定では、25歳未満の選手との契約に使える金額は契約金や年俸など込みで年間575万ドルまでと上限が設けられており、これまでの一流選手たちと比較すると破格の金額になっていました。かつて日本人選手がメジャー挑戦をした際には、松坂選手がレッドソックスと6年総額5200万ドル、ダルビッシュ投手がレンジャーズと6年総額6000万ドル、田中将大選手がヤンキースと7年総額1億5500万ドルとなっています。大谷選手がメジャー挑戦を表明した2017年時点で契約してしまえば、マイナーリーグ契約を結ぶことになるので、年俸もメジャー最低年俸の54万5000ドル、5995万円に抑制されてしまうという状況でした。しかし大谷選手はそんなお金のことには目もくれず、
今行きたいんだと言ってメジャーリーグに挑戦していきました。当時渡米を決めた際の会見では、このタイミングでのメジャー移籍について次のように語っていました。自分としてはまだまだ足りない部分の方が多い選手です。まだまだ不完全な選手で、もっともっとやらないといけないことが多い選手だけど、そういう状態の中でもぜひ行ってみたいという気持ちの方が強くありました。レベルの高い環境に自分を置いて磨いていきたいというか、高校を卒業した時も同じだったので、そういう気持ちが強いと思っています。このように語る大谷選手にとって、お金は一つの基準でしかなく、あくまで世界一の選手になるために自分がどんな環境を選択すべきかということを最優先に考えていたんだろうなと思います。すでに日本のプロ野球界では圧倒的な成績を残していたからこそ、ある程度のポジションで認められていたからこそ、もっとレベルの高い環境でプレーしてみたい、足りないところが見えてきたらそこでまた自分自身を成長させたいと考えての決断だったんだろうなと思います。そんな形でメジャー挑戦を決めた大谷選手ですが、最後に大谷選手について栗山監督が語っている話を紹介して終わりにしたいと思います。日本にいる時以上に、もしかしたらアメリカでは様々な誘惑があるかもしれない。栗山監督は日本では有名人扱いされて街を歩きにくかっただろうから、もしかしたらアメリカでは羽目を外すのかもしれない、そんな不安が少しあったそうですが、メジャー挑戦1年目のシーズンが終わった後、帰国した際に栗山監督は大谷選手と会食に行く機会があったそうで、次のように語っていました。野球に対する姿勢は日本にいた時と全く変わっていないなと思いますよね。こちらとしてはそんなことないだろうなと分かりつつ、もしかして違う方向に向かっていたらと心配は心配じゃないですか。とりわけ彼はまだ若いし誘惑も多いから。でもシーズンオフに一度は会って話をしますが、話してみると今も野球のことしか考えていないのが分かる。野球が一番で、野球にプラスになることしかしていない。相変わらず集中できているんだなと、その度に実感させられますね。だからこそ結果が残せるんだなとも思います。これまで語ってきたように、大谷選手の野球に対する姿勢や努力する習慣があったからこそ、メジャーでも二刀流として活躍できているのだと思います。人間誰しも疲れていたり、気持ちが乗らないことがあったり、パーッと遊びたくなったりすることもあるものです。そういう時は今日ぐらいはいいかとなって、トレーニングもおろそかになったりするものですが、大谷選手はそうではなく、野球が上手くなるためにと考えて自分がやるべきことに注力できるからこそ、プロの中でもトップレベルで活躍できたのだと思います。さて、いかがだったでしょうか。大谷選手は食事に誘われた際、移動時間がもったいないと考え、お店は予約していただかなくても大丈夫ですよ、社食に行きましょうと言ったり、先輩から食事に誘われたとしても、飲みですか、飲みなら行きませんと言ってみたり、一般人の私たちからすると想像を絶するほど、そこまでやるのかとびっくりするほど、野球中心の時間の使い方、世界一の選手になるための時間の使い方が徹底されており、野球以外のことを切り捨ててきたからこそ今の大谷選手があるのです。大谷選手の活躍の裏には、このような野球のために時間と労力の全てを捧げるという姿勢があることを知っていただけたかと思います。それはおそらく花巻東高校時代から続くことだと思うので、その生活が10年以上続いていると思うと拍手を送らずにはいられません。日本が誇るスーパースター大谷翔平選手の今後の活躍にも目が離せませんね。ということで、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。本動画がいいと思った方はいいねやコメントをよろしくお願いします。またコメント欄には、あなたが思う大谷選手の成功の秘訣などもコメントしていただけると幸いです。大谷選手のことを詳しく知らない人にもぜひ知ってほしいと思っているので、あなたのコメントでぜひこの動画のコメント欄を盛り上げていきましょう。これからも大谷選手は野球選手についての動画をアップしていくので、まだ登録が済んでいない方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。